どうも、青森の岡です。小川。はい、今回はですね、前回結成されましたチームピースのですね、ペンキ職人さんからペンキの塗り方の基本もね、勉強しましたので、そちらの方を動画にしたいと思います。どうぞご覧ください。ゴミを取ってあげてください。はい、テープが剥がれてきてしまうので。あ、なるほど。まず掃除してあげて、塗らない場所にこれを、ああなるほど、貼ってあげます。その養生部分を塗らないところに貼る感じですね。そうですね。で貼ってあげて、あともうハサミで切ってあげて、はい、でこれを伸ばして、はあはあはあ、入れると、まずもここは汚れないというのであんまこの上歩いてると、まず破れたりとか剥がれるので、はい、こういう布みたいなのを敷いてあげると、もうそれ以上汚れることがないので。これは別に普通の布ですよね。なんかちょっと、これ横とかの部分だと、ここら辺のこういう部分は、はい、これもこういうの、あー、なるほど、はい、はい、こういうテープで、ここも、はい、あ、なるほど、まっすぐ塗らない部分を貼ってあげる感じです。で、ここにペンキが塗られてくるので、はい、このテープを剥がした時に、これがまっすぐであれば、剥がしたときにここもまっすぐのラインで綺麗に出てくるので、貼るときにそのまっすぐを意識して貼ってもらえれば。あ、わかりました。はい、もう切って貼っていただいても構わないですし、はい、こうやって折って、あ、ちなみにつないでいっても大丈夫です。で、手で簡単に切れるので、はい、はい、新しく開けるものは基本振ってください。振って、はい、神前とかあるので、はい、しっかり振ってもらって、で開けます。水性シーラー、はい、はい、でここ真ん中押すとパカッと開くので、うん、はい、はい、で多分こう注ぎたくなりますね。なりますね。逆側から注いであげると、はあ、最後戻すときに缶に液体がつかなくて、これは経験ですね、はい、イメージとしては吸い込ませるっていうのが一番なんですけど、ハケ、はい、につけてもらって、はい、余分な分は叩いたり押し付けてあげると落ちてくるので、うん、逆にこうつけたものがダラダラってなっちゃうので、あ、で、まず際の方から、際から、はい、際をハケで塗っていきます。でもう吸い込んじゃってるので、ほうほう、この端っ こローラーで塗るのが大変なところを先にハケで塗ってあげる。こっちもそうです。ここをハケで、でこの時ハケでここをつかないように塗るのが大変なので、はい、養生しているので、ついてもらっても、あ、問題ないということですね。こう、あ、ついてしまっても、まあ、これが養生になっているので、はいはい、そういう形で塗ってあげてください。でこの下も一緒です。ここもハケで、今こう散歩塗ったので、次にローラーで、ローラーをジャブッとつけて、ここで余分な分、またさっきと一緒ですね、ハケと一緒で最初こうなっちゃうので、これをここで回して、なるほど、見てください。で塗る時なんですけど、はい、ここをこう塗りたい場合に、はい、塗りたい面積の半分くらいか、上下って形でこう塗ってあげます。次また横を切って、
ほうほうほう。できる限り均等に塗りたいので、はい、上と下、本当はこう横も、はいはいはい、で塗ってあげると均等に塗っていくことができるので、うんうん、順番に。横に行って。形で。ちなみになんか、乾かす時間とかなんかあるんですか？まあ、大体、風当てて乾ければ、うん、手で触って、あの乾いてれば。湿れるレベルは問題ないと。はい、そうですね。まあ、2、3時間。何ですか？まあ、置いといてもらえれば。あ、わ、はい、かりました。この間これどうやって開けました？ね、ドライバーで開けました。めちゃくちゃ時間かかるなと思ったんですよ。だから今すごいいい道具持ってるなと思って。ただまあ今これ新品だったらすぐなんですけど、はいはい、一回塗ったペンキがここ入っちゃってるんで。あ、なるほどなるほど。なかなか取れてないんですけど。これはそれ用の道具ですか？あ、これは、物削ったりとか、はいはいはい、あとここでさっき使ったこのローラー。はいはい。にペンキがついてる状態だと、はい、いくら洗ってもあれなんで、一回これでペンキを落とす感じですか？全部取っちゃって、はい、っていうのに使ったりとか。はあ。結構後ろでちょっとしたハンマーになってるんで、はい、ペンキ塗った時に釘出てたとかってなったらこれで叩いたりとか、うん、はあ、便利な道具ですね。ですね。なんでそんなにいっぱいペンキ屋さんは道具使わないんですけど、はい、これ結構使います。次使うときに、はい、こことここ、はい、汚れてしまってると蓋閉まんなくなっちゃうので、できる限り蓋をきれいにして置いてあげれば、余ったペンキもまたここに結構入ってるので、はいはいはい、これをきれいにしておいてあげると次また蓋閉めやすいので。入れたら、かけでこう取ってあげれば。手順は全く先と一緒です。あ、一緒なんですね。はい、まず、はけで。はけで、はい。まださっきと一緒です。つけたら、ちょっと押さえてあげて、はい、余分なペンキを取ってあげて、で、塗っていきます。際から。その際にこういうところ塗り残しがないように、塗り残してたらちょっと叩いて、ああ、はいはい、伸ばしながら塗り残してたら叩くような感じで、でここついてもいいように書き養生したので、はい、こうついちゃっても大丈夫です。あ、ローラーもさっきと一緒です。はい、今回はこの端っこまでいかないようにして塗ってあげてください。ハケで取ってる部分まで行ってしまうとこうついてしまうので、はい、そのためにハケを取ってるので、はい、1回しか塗らない予定なんですか？基本的にこういうブツブツってなったやつを1回固めてあげないと、はい、まあ、全部きれいにいかないんです。ああいう風になっちゃうので。ああ、なるほどなるほど。で、まあ、基本的には薄く2回塗ってあげないときれいにはちょっと仕上がらない。ああ、なるほどなるほど。
でこの継ぎ目を消すために、はい、ある程度ペンキがもう広げちゃって、はい、ローラーになくなってる状態でこの継ぎ目の部分を優しく転がしてあげると、あー、はいはいはい、なくなりましたね。なくなるので、それを繰り返して進んでいってあげるっていう形。はいはいはい、はい、どうですかね。はい、バッチリです。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、こういう仕上がりになる。そうですね、垂れないように塗り広げてもらえれば大丈夫です。はい、力はなるべく入れないような、はい、力をだんだん入れていく感じですね。あ、絞り出す感じ。はい、それもハケも力入れるとダラッと垂れちゃうので、スースースーって、はい、で塗って進んでいったら戻ってあげてっていうのを繰り返してあげると、はい、バッチリです。あ、わかるね。